はい、皆様こんにちは。今日はね、安治観音神社さんにね、恒例のそのなんていうの、冠飾りが、干支飾りがね、完成しましたのでね、見に来ました。今年まあね、夏頃も来たと思うんですけども、アジサイのところでもね、有名な観音神社さんね、桜も来てそうですね、これね。はい、それでね、まあ今年も例のごとくね、まあ戸柱神社もそうやけども、こういうふうに冠飾りまた戸柱神社は12月下旬にまた上がりますんで、また見に行きますからね、こういう感じでね、ちょっと見ておきましょうね。でこれは多分親だと思う。子はまた中におると思うしね、子はまた中に見に行きましょう。こうやって皆さん見に来てますね。あの上は竹と何かで作ってるのかな。大体まあ小学生の子らが引いてくるんでしょうね、これね。じゃあ中の子供の方も見に行きましょうかね。こっちだ。あ、ちなみにね、こんな感じ。尻尾どれなんて、尻尾畳で、畳で作ったやな。なんかが最高綺麗ね。もうちょっと見ていきましょうか。さあ、なんかね、こういうものまだちょっと残っとる。こういうものまだちょっと残ってました。綺麗、綺麗ですね。で、まああれ弁天のね、弁天さんの橋ね、この紅葉めっちゃ綺麗じゃないですかね。まあここも落ちてはおんねんけど、わさざわそこらも広がってんなのかな。アジサイがね、向こうに綺麗、この紅葉綺麗ですよね。でももうだいぶ落ちてんねんな。はい、弁天さんの橋ね、まあ、これ前行きましたよね。紅葉も まだちょっと残ってるな。服装見せなかな。ジャンパー着てこっからかな。はい、ここアジサイはね、見に来ましたよ、名前ね、ここね。さすがに、さすがにアジサイは咲いてないですか。でかいな、切り株でしょうか。昔ごっつい大木は、大木はあったんでしょうね、これ。ねえ。まあ、サザンカの木、あちこちある。大木のサザンカ。これは紅葉また綺麗じゃないですか。ねえ。もう12月も、ねえ、だいぶ入ってきたのに。はい。安治稲荷大名神ね。
はい、じゃあちょっと一旦ね、ここで切って中に入ります。はい、まだ子供の方はね、今はそこで制作中らしい、上がるらしいです。もう一回また見に来なかな、年末。この前とこの上に乗ってるはずなんですよね。で、今あれ制作中。はい。まあ、よろしく。また見に行きましょう。奥は緑なんとか。そやから、これは、ね、虎とかあれ。皆さんこれ見といてください。だいぶ写真がね、薄なってきとんな、古いやつは。シャアから、あの蛇がすごいなぁ。ウサギは、12年前のウサギはどう、ちょっとわかんない。はい、まあそんな感じです。うわ、びっくりした。岡みどりさん、べっぴやな、あの人。うん、ね。はい、これね、まあまあ、本殿って言いますかね。でかい木。鴨神社さんやから、青いやね。うん、京都も青いやつね。これね、こういうね、あれがあるんですよ。願いをしてね。江戸の御先に志を収め、心の中で願い事をせよ。記念にて、薄、落ち着いてください。これね、こんなん、俺、牛としちゃうけどね、こういうふうにやります。ね。で、向こう側に、またね、遷宮した時のあれかな、土地かな、ための。でもあそこの海あるから、それは関係ないか。新聞社、ね。はい、そんなことでした。本日もね、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければね、チャンネル登録とね、高評価よろしくお願いします。監視火災で上がってますけどね、まだね、子供さんの子供のウサギ上がってません。今ね、12月上旬ですんでね。また中旬以降、下旬ぐらいになると、また見に行きましょうね。はい。それではね、また次の動画でお会いしたいですね。本日もありがとうございました。